食料自給率とは、一国内で消費される食料のうち、どの程度が国内産で賄われているかを表す指標。食料を省略して、自給率と言われる場合もある。食料自給率には、総合食料自給率と品目別自給率がある。総合食料自給率総合食料自給率とは、個別の品目ではなく、 食料全体を通した一定の物差しで計算される食料自給率を言う。総合食料自給率には、カロリーベース総合食料自給率と、生産額ベース総合食料自給率の2種類がある。品目別自給率小麦や米など、特定の品目ごとの食料自給率である。算出にあたっては、品目の重量を使用する。国際連合食料農業機関のウェブサイトにある。 フードバロンスシート、A、ハンドバーキブ、アプリケーションズユージズフォーフードバロンスシーツ、データには、以下の4種類を挙げている。スタンダーデゼーションオブフードバロンスシーツ標準化した、食品のバランスシート、インポートディペンデンシーレーシオを輸入依存率セルフ、サフィシェンシーレーシオ自給率、アナリシスオブザパターンオブパーカパート、フードサプライ食品供給のパターン分析日本の、 農林水産省が推計した1965年から2015年までの主要国の食料自給率は以下の通りである。これは経済統計のように各国がそれぞれ計算して発表したものではない。日本の食料自給率1965年73%の2010年39%各食料に続くパーセント値は自給率、括弧内のパーセント値は 総供給熱量に対する割合、黄色の部分が輸入食料である。日本は世界最大の食料輸入国であり、2008年財務省貿易統計によると、食料輸入額は約5兆6000億円で世界全体の10%を占めている。日本における2018年度の食料自給率は、カロリーベース総合食料自給率で37%、 生産額ベース総合食料自給率で66%だった。農林水産省の試算では、日本の2017年度の品目別自給率は次の通りである。2017年度の米、麦、トウモロコシ等の穀類の日本国内の総需要は3315.6万トンで、国内生産は945万トンであった。 総需要3315.6万トンの内訳は、飼料用1452.3万トン、加工用492.6万トン、純食料1125.7万トンとなっている。2017年度の大豆など、豆類では総需要397.4万トンに、大使国内生産33.9万トンで、需要の内訳は、飼料用8.1万トン、 加工用267万トン、巡食料110.6万トンとなっていた。魚介類の総合自給率は54%と報告されているが、2010年度の国産漁獲は531万トンで、その内訳は、沿岸漁業129万トン、沖合漁業236万トン、遠洋漁業48万トン、海面養殖11万トン、 内水面漁業8万トンとなっており、自給率の1割弱は遠洋漁業によるものである。食用魚介類のみでは、自給率は若干高く2010年度は62%であった。2011年度の国産漁獲量は、東日本大震災の影響もあり2010年度比で約1割減となった。 畜産物の自給率が高くなっているが、必要とする飼料用の穀類は4分の3は輸入に頼っており、輸入飼料による飼育分を輸入畜産物とみなすと、畜産物の自給率は16%である。各都道府県の食料自給率では100%を超える都道府県は北海道と青森県、岩手県、秋田県、山形県のみである。 北海道は192%と全国一の値を誇る。一方、一番低い東京都は約1%となる。また、穀物自給率は28%となっている。これは173カ国、地域中124番目となっている。日本国民の意識としては7割の人が食料自給率を低いと感じている。 低下の要因4大穀物のうち、小麦、とうもろこし、大豆のほぼ全量を輸入に頼っていることが大きい。その背景には、水筒が単位面積あたり収量が高いのに比して、小麦、とうもろこし、大豆はさほどでもなく、広大な農耕地の確保が、収量単価引き下げに影響しやすいこと、日本の国土、風土予見として、 単位収量の高い水筒栽培が適していたことなど、栽培収量の効率性に関する予見がある。また小麦、大豆、とうもろこしには連作障害の問題があり、水筒から添削した場合毎年、同じ作付けを行うことができず、休校か臨作が必要となり、これが土地利用の制約条件となり、海外穀物との比較列位の要素となっており、また設備投資や、 農地改良の点で、遂行稲作を選択させやすい要因に挙げられる。食事の養殖化や外食の増加、第二次世界大戦以降のアメリカによる小麦戦略の影響など、国民の食料消費品目の変化に国内の農業が対応できなかったとの指摘がある。米の消費の減少に代わって、畜産物や、 油脂の消費量が増大してきたが、肉類や卵など畜産業そのものの国内自給は必ずしも低くないものの、畜産物や油脂を生産するための大量の穀物や原料を輸入に頼る点が大きい。人口に対して国土が狭いという日本の条件のため、畜産物と油脂の消費の増加についていけない。主要先進国でも日本ほど食事の変化した国はない。 飼料自給率の低さが畜産製品の自給率に影響を与えている。畜産の飼料輸入は自給率を低くする要因となっている。畜産物、油脂の他に輸入に依存している割合が多い食料は小麦や砂糖である。日本の農産物の関税率については交換税品目の割合は1割であるが9割の品目は極めて低関税であるため全体としては 欧米諸国と比較して低い関税率となっている。その結果として日本の食料市場におけるカロリーベースの海外依存度が6割を占めるという高い対外解放度を実現している。農産物への補助金については日本の国内補助金は EU やアメリカより小さく輸出補助金も実質的な補助金も含め多用している欧米輸出国に対して 日本では輸出補助金ゼロとなっており、高品質をセールスポイントとして補助金に依存しない形での輸出の増加を目標としている。また、日本は低関税率、輸出補助金ゼロ、価格支持政策が廃止という保護水準の低さにより低自給率となっているのに対し、高自給率の欧米諸国は、交換税、農家への直接支払い、輸出補助金、 価格支持政策の組み合わせによる政府からの保護により、工事給率となっている。ちなみに、農業所得に占める政府からの直接支払いの割合は、フランスでは8割、スイスの産学部では100%、アメリカの穀物農家は5割前後というデータがあるのに、対し、日本では16%前後となっている。また大量に輸入して大量に捨てていることも問題である。 現代人が好む揚げ物では、調理に使われる油脂は、カロリーベースで、ほぼ全量が廃棄されている。廃棄物学の専門家である、高月博士によれば、生ゴミのうち食べることが可能な部分が捨てられたものは、2002年では38.8%を占めていた。買ったままの状態で捨てられていたのは11%で、その6割が、賞味期限の前に捨てられていた。 外食産業では、宴会や、披露宴、宿泊施設での食べ残しが13から22.5%と、多い。食料自給率の問題点カロリーベース雑誌、農業経営者によれば、カロリーベースで見た、日本の食料自給率の低さが問題とされ、多くの日本国民の心配ごととなっているが、この自給率推計には、以下の多くの問題点があると指摘されている。 日本が低いと騒がれているのは世界では用いないカロリーベースでの自給率であり農業政策の指標とするのは無意味との指摘もあるカロリーベース総合食料自給率は分母が日本国民に供給されている食料の全熱量合計であり分子が日本産でまかなわれた熱量で計算される日本国民が健康を維持する上で必要なカロリーではなく 輸入も含め国民に供給されている食料の全熱量合計であるため、日本国内の農業生産が変わらなくても、輸入が減ると自動的に自給率が上昇することとなる。輸入が途絶えると一部の輸入品が不足するが、食料自給率は計算上100%となる。分子の計算は、畜産物については日本産であっても飼料を自給している部分しか、 カロリーベースの自給率には参入しないこととしている。しかし、畜産に飼料が必要なように、穀物や菜果物の生産に肥料が欠かせないのだが、この肥料の自給率は一切考慮されていない。農家の経営を効率化させるために、稲作から果実や野菜などに検索した場合、園芸作物は一般にカロリーが低いため、農家総収入が増える場合でもカロリー自給率は低下する。 上記、主要国の食料自給率でも取り上げたが、各国の自給率は、日本の農林水産省が独自に推計したものであり、日本を除く海外諸国は、カロリーベース総合食料自給率の計算をしていない。雑誌、農業経営者が、この計算方法について、農林水産省に取材したところ、食料を安全保障の機密上を出せないとの回答があったという。 また、文母の国民一人一日あたりの供給カロリーとは、国産供給カロリー、輸入供給カロリーをもとに、日本の人口で除することで算定されているが、現実の食卓では、小売店の店頭に並びながら、食卓に上りながら廃棄されてしまう。食材量が相当数に上り、廃棄した食品が多ければ多いほど食料自給率が低くなるような仕組みとなっている。 実際、廃棄されている食材は、年間900万トンに及び、食料自給率の計算の分母となる供給カロリーは2573キロカロリーで、あるが、日本人が1日に摂取する平均カロリーは1805キロカロリーであり、それ以外の768キロカロリーは、食べられることなく廃棄されている。分母を摂取カロリーとして、食料自給率を、 国民一人一日あたりの国産供給カロリー、国民一人一日あたりの供給カロリーとして計算し直すと日本の食料自給率は56%である。以上の点から日本の食料自給率が国際的に本当に低いのか疑問が残ると結論を出している。経済学者の野口幸夫はカロリーベースの食料自給率向上は政策として 無意味であると主張している。現代日本農業では生産物の移動、飼料、生育環境の構築等に原油が絶対的に必要であり、エネルギー自給率が4%しかないのに、摂取する食物だけを評価の対象とするカロリーベースの自給率を向上させたとしても、日本国内でエネルギー自給が著しく低い以上、無意味であるというのがその論拠であるとしている。 この論拠は原油が国際紛争の手段として禁輸される可能性があるのに対し国際紛争の手段として食料を禁輸措置が取られることはありえないという認識に基づいているとしている安定供給食料の安定供給と食料自給率との関係にも疑問が提示されている例えば2008年度中に食料暴動のあった国と穀物自給率は ほぼ無関係である。また、日本の歴史においては基金に最も弱いのは天候不順に直撃された自給性の強い農村であり、都市部や農村部でも商品作物に依存する村では金を持っているのでそれほど食料には困らなかったという研究がある。現代にあっても基金にさらされるのは主として農民であって、より広い地域からの食料調達が可能な都市民は、 それほどでもない。三菱総合研究所政策研究センターは1億人を超える人口の食料を日本国内だけで確保することは容易ではない。輸入相手国の多様化、輸入相手国との良好な外交関係の構築も重要であると指摘している。経済学者の竹中平蔵は食料安全保障は食料自給率を高めることだけとは限らない。 食料自給率を保ちながら、食料調達先の分散化、多元化を図っておくことが重要である。また、エネルギーがなければ、ご飯も炊けなくなるため、エネルギーの多元的な確保が必要であると指摘している。その他の議論国外からの食料供給が途絶えたら、国民が飢えるため食料自給率を向上させなければ、ならないとする意見がある一方で、食料自給率を重視する。 あまり農業を保護しすぎると国民のためにならないという意見がある。経済学者の根岸隆氏は戦争などが起きた場合に備えて食料自給率を維持しなくてはならないという議論があると指摘している。農学者の川島博之は日本人が食料自給率を問題視するのは太平洋戦争時の飢餓とオイルショックのトラウマがあるからだと指摘している。 経済学者の若田部翔とは、食料自給率の向上は、比較優位に逆行していると指摘している。経済学者の田中秀臣は、海外から輸入で安く手に入るのに、わざわざ日本人を多く雇い割高な農産物を作って、自給率を高めるというのは、経済的にナンセンスであると指摘している。イギリスでは、環境、食料、農村地域省が、 金額ベースの食料自給率を公表している。環境、食料、農村地域省の統計によれば2012年の金額ベースの食料自給率は62%であった。スイスでは連邦農業庁が供給熱量ベース、金額ベース、品目別の食料自給率を公表している。連邦農業庁の統計によれば2011年の 供給熱量ベースの素食料自給率は64%、純食料自給率は57%であった。ノルウェーでは農業省の研究機関であるノルウェー農業経済研究所が供給熱量ベースの食料自給率を公表している。ノルウェー農業経済研究所の統計によれば2011年の供給熱量ベースの食料自給率はントであった。韓国では 農林水産食品部が供給熱量ベース、品目別、主食用穀物、穀物の食料自給率の政策目標を設けている。また、韓国農村経済研究院が供給熱量ベースの食料自給率を公表している。韓国農村経済研究院の統計によれば2012年の供給熱量ベースの食料自給率は41%であった。 中華人民共和国では国家食料を安全保障中長期計画要項で穀物の食料自給率の政策目標を設けている。また中華人民共和国農業部が穀物自給率を公表している。農業部の統計によれば2012年の穀物自給率は98%であった。中華民国では行政院農業委員会が 供給熱量ベースの食料自給率の政策目標を設けている。また、行政院農業委員会は、供給熱量ベース、金額ベース、品目別の食料自給率を公表している。行政院農業委員会の統計によれば2012年の供給熱量ベースの食料自給率は33%、金額ベースで68%であった。ロシアでは、 ロシア連邦食料安全保障ドクトリンで品目別の食料自給率の政策目標を設けている。食料を得るためには植物に肥料、動物に飼料を与えないとならないわけであるが、日本の場合は多くを海外に頼っている。ありがとうございます。